痩せる無添加のおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかと、その理由ですね。痩せるポイントをお伝えしていきます。2つあります。まず1つ目は、このおやつは食材が腸内環境を整えるものだからなんですよ。とっても大事ですよね。痩せるためにはまず何をすればよいのか、それはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってくるんですよ。そうすることであなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。逆にその腸内環境を無視していくらダイエットをですね、例えば食事制限を頑張ったり、きつい運動を頑張ったり、こればっかり食べたり痩せるとかね、いろいろ世の中ダイエット法あると思うんですけれども、どんなことをねしたところで、あなたの腸が汚れたままであれば決してこう長期的にですね痩せることができないからなんですよね。なぜかというと、やはりあなたの腸内がですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが多くて元気でいっぱい働いてくれて、そしていつまでもあなたの腸内に住み着いてくれるかくれないか、ここでダイエットが成功するかしないかがもう全然変わってきてしまうんですよ。もうとってもね、無駄な努力になってしまうわけです、ここで間違えると。逆にあなたがこういろんなことをね、今までダイエットしてきたのにもかかわらず、もうなんでこんなに1キロすら減らないのっていう方は、あなたが悪いんじゃないんですよ。大丈夫です。あなたの腸内環境が悪いだけ、要するにデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちがもう住み着いてしまって、もうね、痩せ菌たちがどこに行ったっていう、こういう状態ですよね。そんな状態であればもういくら頑張ったとしても痩せることができないんですね。なぜかというと、悪玉菌、デブ菌たちが住み着いている限り、その割合がですね多い限り、あなたは太りやすい食べ物が食べたくなってしまうようにもうなってしまっているんです。あなたが食べたいと思っているのは、実はあなたの腸内細菌たちが食べたいと思っているものが自然と食べたくなっているだけなんですよ。あなたの味覚はですね、あなたが決めているのわけじゃないんです。あなたの腸内にいる細菌たちが選んでるんですよ。言い方が悪いですけども、操られていたってことですよね。逆に言えば、そこと仲良くなれれば、あなたが痩せ菌たちと仲良くなれれば、あなたは自然と太るようなものをですね、やめられない、止まらないなんてならない。ですから、そのためにはまずは腸内環境を整えてくれる痩せ菌たちが喜ぶものを、まずはしっかりとお食事で取っていきましょうということがとっても大事になるんですね。その時にこのおやつがね、役立つんですよ。楽しみにお待ちくださいね。そして2つ目です。無添加のおやつであること、もうここもとっても大事ですよ。なぜかというと、添加物がたっぷり、例えば化学調味料であったり、香料、人工甘味料、合成着色料などなど、いっぱいあるんですけどね、そういったものを含んでいるおやつをですよ、食べてしまえたらどうなると思いますか？先ほどお伝えしました通り、デブ菌たちが大好物なわけですよね。そうするとあなたはどんどんやっぱりどうしても我慢できない、やめられないってなってしまいますし、そもそも健康を害します。こういったものを取ってしまうと、腸がですね、とっても疲れてしまうんですよね。もうまたこんなもの入ってきたって、こうバレバレなわけです。そしてこれを消化吸収しようと思ったら、腸がどれほど働かされているかっていうね、もうブラック企業ですよ。あなたが食べるものによって腸がブラック企業なのかホワイトなのか、こう変わってくるわけです。なので、あなたはどちらを選びたいですかっていうことなんですよね。そのためにはやはり無添加であること、これがとっても大切になってくるんですよ。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回のおやつはまずは腸内環境を整えてくれる食材でできていること、そして無添加であることでしたよね。その
無添加といっても、先生じゃあその無添加って一体どんなものなんですかって、具体的にどういうことに気をつけたら無添加と呼べるものなんですかということで、今回あなたに添加物はですね何ぞやということでお伝えしていきますが、ここしっかり覚えていただいて、あなたが今後選ぶおやつであったり食材であったり、おやつに限らず原材料名をチェックした時に今からお伝えするものが入っている場合はですね、買わない方がいいです。なぜかというと太ってしまいますし、そもそも健康を害してしまって良くないからですよね。ではまず化学調味料についてです。わざわざですね、そのメーカーさんがですね、この商品は化学調味料がたっぷり入ってますよ、さあ食べてくださいなんてね言いませんよ。そんなこと言ってしまったら誰も買わないですよね。じゃあそうならないためになんて書いてあるかということです。それはこちら、調味料をアミノ酸などと言われるグルタミン酸ナトリウムのことなんですけれども、この調味料アミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料なんです。こういったものが入っているのがほとんどです。もう残念なんですけれど も私もですね、買い出しお買い物行くときにもういちいちね原材料をチェックするんですよね。その時にもうほとんどこういったものが入ってるから戻します。いちいち手に取って見て入ってたら残念だなって、でもこれは買えませんと思って戻すんですね。もうそういった繰り返しなので、そんなことをしている人を見かけたらですね、それは私です。もしくは私のこの腸活ダイエットアカデミー、このチャンネルをご覧いただいているあなたかもしれないですよね。それぐらい大事なので、まずはこういったものが入っていないことで、あなたの腸、そしてまたデトックス工場である肝臓などに負担をかけませんから丸です。もし逆に負担をかけてしまわれますと太る原因にもなりますし、そもそもね、うつ病であったりアルツハイマーであったり、こういろんな病気のもとになると言われていますから気をつけてくださいね。はい、そして次によくあるおやつに入っているものがこちら、人工甘味料になります。でこちらも人工甘味料なんてわざわざ書いてないんですね。その代わりどんな風にパッケージに書いてあるかと言いますと、糖質ゼロとかノンシュガーとか糖質オフですよみたいな、よく飲み物やおやつ見かけませんか、パッケージにこれ食べたら糖質取れなくていいですよって。確かにね、甘いのにカロリーないんですよ。ただそれがイコール痩せるのかっていうのは別です。なぜかというと、甘いのにカロリーが取れないって自然なことじゃないんですよね。これおかしいことなんです。なのであなたの脳にですね、バレッバレなんですよ。もうここでね、よっしゃーってノンカロリー糖質オフだから痩せるぞーって食べたり飲んだりしたとしても、脳は騙せないんですよね。おかしいですねーってね、脳が言うんですよ。あれーって、あなたこれおかしくないですか、こんなに甘いもの食べてるくせになんでカロリーが取れてないんですかって、もっとカロリー取りましょう、甘いものを食べてくださいって命令されるんですよ。なのであなたはたった今ノンカロリーのチョコレートとかドリンクを飲んでなんか満たされた気持ちになったとしても、もうちょっと時間が経ったら甘いものや脂っこいものがね欲しくなってしまうんですよ。それは今お伝えした通り、脳があなたに指令を出すからなんですね。だったらどうなるか、もう甘いものが結局食べたくなる、食べてしまうの、その負のスパイラルへと入ってしまうきっかけになりますよね。なのでこういったものがやっぱり入っていない方がいいです。もちろん白砂糖も太りますよ。なので私が甘みとしておすすめなのは、例えば天然の 100% の無添加の蜂蜜であったりメープルシロップであったり、そういった脂肪燃焼効果のある甘味料をおすすめしています。なのでますます甘いものが食べたくなっちゃいますよということで注意してもらいたいのが人工甘味料です。ではさらに詳しく添加物についてお伝えしていきます。今からあなたがおやつもそうですが、いろんな食材を購入する際にぜひお役立てくださいね。あ、そういえばこれスニカ先生言ってたなって、これ取ったら健康にも良くないし太るなって、そうだそうだって思い出してほしいんですね。まずさっと流していきますよ。まず合成甘味料です。もうカタカナでこうずらりと書いてあるものですね。アスパルテーム、アセスルファムケ、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなどになります。どんどんいきましょう。今度はですね、結構あのポテチとかね、油菓子ですよね、油で揚げてあるような
もの、もしくはまあ小麦製品、クッキーとかそういったものによく含まれているものになります。トランス脂肪酸です。これは別名食べるプラスチックなどと呼ばれるくらいとっても健康に良くないですし太ります。でどんなものに入っているかといいますと、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用精製加工油脂、加工油、加工脂などなど、こういったものに大なり小なり入っているのがこのトランス脂肪酸ということになりますから気をつけてくださいね。そしてまた糖アルコールと呼ばれるその甘みですよね、甘み成分なんですけれども、こちらキシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトール、まあ、トールで締めくくられているようなもの、こちらもやはり取りすぎてしまっては NG ですね。そして最後、まあ、いろいろその甘みあるんですけれども、その他ということでよくね、これもあのゼリーとかよく見かけるんですよね。あの加糖ブドウと液糖です。液状になった糖、加糖ブドウと液糖、加糖液糖、異性加糖、まあ、加糖って書いてあるのが良さそうに一見感じるんですけれども、こういったものもやはりダイエット向きではありませんし、やはり無添加という意味ではこういったものも含まれていない方がベストです。ではお待たせいたしました、いよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回選んできましたおやつトップ3ランキング形式であなたにお伝えしてきますね。すべて今回カルディさんで選んできました。私カルディさん大好きです。あなたはいかがですか？もう行くだけ楽しいですよね。ではトップ3の第3位お伝えしてきます。第3位はこちらです。北海道で作ったポップコーン塩味になります。北海道産のトウモロコシとオホーツクの焼き塩を使用してくださってます。でここにですね、化学調味料不使用って赤い文字で書いてくださってます。安心ですよね。で原材料はこちら、トウモロコシ北海道産で遺伝子組み換えではない良質のトウモロコシです。そして油も米油を使ってくださってます。国産です。米油でしたら安心ですよね。先ほどみたいな植物性油脂とか、ああいったトランス脂肪酸たっぷりの油ではないわけです。そして食塩北海道産ということで、こちらですね、株式会社モヘジさん、このモヘジさんですごくいい商品作ってくださってますよね。無添加のもの多いなって感じてます。なので私もモヘジさんのあのおやつね、結構購入しますし、あの別動画でもお伝えしてますから、ぜひ別動画のおやつトップ3ということでご興味あればそちらもご覧くださいね。で今回はですね、こちらポップコーンにしたのは、まあ、ベースがトウモロコシでできてますから、もうこれはねお野菜としておすすめですよね。まずはトウモロコシの良いところは糖質代謝を促進してくれます。ビタミン B1 とかアスパラギン酸が入っている関係で、食べたものをそのどんどん代謝してくれる効果があるわけですよね。そして食物繊維が同時に2種類取れてしまいますから、その便秘解消、腸のデトックスにもなります。でまた血行も促進してくれるので代謝も上がるんですよね。そして悪玉コレステロールも減らしてくれたりとか、カリウムも入ってますから、このむくみ改善にもなってしまうという、このトウモロコシのパワーってすごいですよね。なので、まあ、ポップコーンになっていますけれども、普段のそのトウモロコシそのまま召し上がってくださってももちろんいいと思うんですね。ではちょっとここで私がですね食べてみたいと思います。ではじゃん、いい香りがします。いかがですか？今ちょっとステイホームで結構あのご自宅にいる時間長くなっている方とかは、例えばこうお家でゆっくりご家族と、まあ、映画を見てみたりとか、いろんなくつろぐ時間ってあると思うんですけども、やはり、まあ、映画といえばポップコーンですよね。でその時に市販のですね、普通に売られている化学調味料がたっぷりもうまぶされたようなポップコーンを食べながらですね、じっと動かずに映画を見てたらいかがでしょうか。もうそれは太ってしまいますよね。その時にもうせめてですね、やっぱりこういった無添加のポップコーンをご家族皆さんで美味しくね分け合いながら適量を食べていただきたいなと思うんですよね。適量って大事です。こちら1袋あたり 60g 入ってますが、エネルギー 318kcal なので、気づかない間に1袋食べちゃったなんていうのちょっと食べ過ぎですよ。気をつけてくださいね。必ずいろんな方とシェアして分け合って仲良く食べてくださいね。では失礼します。あのお塩もすごく控えめで、
ふわふわしてすっごく美味しいです。わあ、これはぜひですね、一袋は食べ過ぎなので、いろんな方と分け合って召し上がってみてくださいね。では次はですね、トップ2ですよ。第2位はこちらです。北海道産の黒大豆の甘納豆になります。実はこちらたまたまね、先ほどのポップコーンと一緒で萌地さんの商品だったという後から気づきました。こちらですね、こちら原材料名が光黒大豆ですね。上品な甘さの北海道産の光の黒大豆をね使ってくださってるんですね。もっちりと柔らかな食感のまま納豆ですということで、この光黒大豆、北海道産、遺伝子組み換えではないものと、あとここ普通ですね、こういったあの甘納豆を受けてお砂糖、砂糖が使われてると思うんですけども、これは天才糖、しかも北海道産、国産を使ってくださってるんですよね。すごく安心安全だなと思って選びました。ここはですね、まず黒大豆の痩せる効果なんですけれども、まずもう大豆製品っていうだけでもダイエット効果高いんですけれども、さらに黒い色をしてるっていうのがポイント。黒い色をしてる成分はアントシアニンですよね。このアントシアニンが入ってることで脂肪吸収をね抑えてくれる、効果をアップしてくれるんですよ。でまた腸内環境を整えてくれたり、イソフラボンとも呼ばれるその女性ホルモン、エストロゲンと似た働きをしてくれるイソフラボンを取れてしまいますから、私たち女性にとってはもうありがたい成分なんですよね。イソフラボン、まあ、要は女性ホルモン、エストロゲンというのは脂肪を燃焼してくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたり、まあ、いろんないい働きをねしてくれてるわけです。ただ年齢とともにこの女性ホルモンってどんどん分泌が減ってしまいますから、そこでこういった大豆製品を摂ることでその効果も補っていきましょうということでおすすめです。でまた食物繊維も摂れますから便秘改善にもなりますし、なんといっても高タンパク質です。痩せるためにはタンパク質とっても大事ですよね。そしてコレステロール値ももちろん下げてくれますよということで選んだのがこちらになります。では早速開けてみたいと思います。よくね、こういった黒大豆を使ったあの別名なんて言うんでしょうね、絞り豆とか書いてあるのもありますよね、まあ、絞り豆っていう形で、こちらも甘納豆ですって書いてますけど、うん、いい香り、もう絞り豆ですよね。甘納豆見えますでしょうか、こんなちっちゃいあの白いお粉がかかってる感じになるので、これ天才糖ですよね。ではいただきます。優しい甘さとあの黒大豆の香りがすごいですね。しかも本当この通りもっちりしてます。普通あの結構絞り豆系ってこう硬いですよね、甘納豆ってシワシワみたいな納豆ないですか。これシワシワなんですけど柔らかいですよ、すごく食べやすいです。もうぜひこちらも1袋あたり 55g でエネルギーがね 206kcal ということで、まあ、ちょっと高めなので一気に食べては食べ過ぎですから 4,5 回に分けてちょこっとね甘いもの欲しいなっていう時に足していただくような形のおやつにされると良いと思います。では堂々の第1位はこちらです。はい、カルリンさんで見つけましたフリーズドライのグレープブドウになります。こちらはですね、原産国はタイですね、微笑みの国タイランドでございます。で名称は乾燥果実となっていて、原材料名はブドウとね書いてある、このブドウのみなんですね。なのでもう完全にこれこそ無添加ですよね、ブドウだけなんですよ。何にもお砂糖であったり食塩だったり、そういった味付けは一切されていないものになります。でこちらですね、ブドウで、まあ、レーズンなんですけれども、まあ、レーズンのまず痩せ効果からお伝えしていきますね。腸内環境を整えます。なぜかというと食物繊維が豊富で便秘改善になって腸内環境が整うからなんですよね。そしてコレステロールがねゼロなんですよ。なので安心ですし、また女性にとって必要な鉄分、
鉄分ってなかなかね取れにくいと思うんですよね。例えばレバーばっかりそんな食べれますか、ほうれん草ばっかり食べれますかってことですよね。そんなに毎日ですねいっぱい食べれませんよね。そういった時にでもやっぱり鉄分で大事な時にこういったレーズンはですね、本当プルーンの2倍ぐらいあると言われるぐらい鉄分豊富なフルーツになりますから、ぜひおやつを食べてしかも鉄分まで補給できちゃうというね、このおやつで補っていただければなと思います。では開けてみましょう。こちらですね、面白いのがさあ先ほどからですねこうパサパサカリカリって感じで音がねいい音がしてるんですよ。すごいです。こちら召し上がった方いらっしゃいますか。今まで見てください、これ大豆みたいなめちゃくちゃ軽いですね。でこれはレーズンといってもそのフリーズドライなんですよ。なので本当グリーンのこの写真にもありますが、このグリーンタイプのブドウグレープですよね、がこんなになっちゃったみたいな。ちょっと食べてみましょうね。いただきます。おかきみたいですこれはすごいですね。軽いなと思ったんですよね。すごい おかきみたいです。サックサクしてる、レーズンなのにサックサクです。わーこれはで、しかも酸味があってすごく美味しい。ちょっともう一回食べていいですか。先ほどはちょっと食感に驚いてしまって味わえなかったんですけど、今回ちょっと味わってみたんですが、ぶどうです。当たり前ですけど、もうこれぶどう、もうぜひ召し上がってみてくださいね。一袋がですね 18g 入ってまして、熱量カロリーが 78kcal、 まあそこまでないですね。やっぱりいいと思います。もう本当にザーザーって食べたくなるぐらい美味しいけれども、食べ過ぎてしまってはいけませんよね。やっぱ一袋ちょっと多いと思いますか、 2,3 回に分けて召し上がっていただきたいなと思います。こちらもおすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回は腸内環境が整って、しかも腸に負担をかけない無添加の美味しいおやつをカルディさんで3つ選んでまいりました。それぞれお好みもあると思いますから、あなたのペースで美味しく適量を召し上がっていただいて、ぜひ腸内環境を整えて綺麗に痩せていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。